笹本佐恵子君。皆さんこんにちは。日本共産党の笹本佐恵子でございます。今回は最後の質問となりましたが、大変ダブっているところもあると思いますけど、執行部の皆様方には丁寧にご答弁いただきたいと思っております。まず最初に TPP についてございます。TPP への参加した場合の本市への影響、 TPP は関税を原則撤廃し、農産物の輸入を完全輸入化するものです。また漁業、林業、保養にも影響し、地域経済にも影響を及ぼします。私は11月8日日本共産党熊本県地方議員団の一人として農政局において総理大臣、農林水産大臣に対し TPP 参加、交渉、協議の中止を申し入れました。皆様もご承知のように、政府は11月9日関係国との協議を開始すると閣議決定しました。私は9日10日市内の農協団体に申し入れを行うとともに懇談を行ってまいりました。農協幹部の皆さんは大変深刻に受け止めている。イグサの時以上に大打撃を受け、自殺者が出ることは間違いなか。農家が元気にならなければ、八代市は元気にならん。いつでも PPU トットに、TPP 参加は自動車や電気製品など、一部の輸出大企業のために農家を犠牲にするもので許せん。また民主党は、食料自給率を 50% まで引き上げると公約に掲げたが、1割台まで下ってしまう。国民の胃袋を外国に任せるということは、日本国の舵取りを間違えとる。このような怒りの声でした。また、女性の秘書長さんは、あの毒入り餃子やミニマムアクセス米のような20にも30にも消毒した食料が入ってくると、日本人の体を危険にさらすことになると話されました。一方、熊本県議会は全国に先駆けて TPP 参加反対の意見書を挙げていただき、大変心強いとも話されました。11月19日参議院予算委員会で、日本共産党の一田書記局長の質問に、加納農水大臣は TPP の日本経済の影響として農林水産物の産額は4兆5000億円に減少する、食料自給率は 40% から 13% へ減少、農業の多面的な機能は3兆7000億円減、国内総生産は8兆4000億円の減、雇用は350万人減ずると答弁されました。また、熊本県は農林水産政策課が県内農業への影響として、米は 94% 減で416億円減少、牛乳、乳製品は 100% 減で243億円減少、牛肉は 83% 減で236億円減少、豚肉は 80% 減で155億円減少、鶏肉は 65% で、65% 減で62億円減少、小麦が 99% 減で13億円減少すると試算していると答弁されました。そこで1点目、TPP 参加が本市に及ぼす影響について、農林水産部長に伺います。
次に主張の認識について、菅首相は平成の開国だ、日本経団連米倉会長は乗り遅れるななどと煽り立てていますが、農産物の平均関税率はアメリカが一番低くて 5.5%、 日本は2番目に低く 11.7%、 水産物の平均関税率はわずか 4% です。日本は鎖国どころか十分すぎるほど開かれています。また首相は食料自給率を引き上げると TPP 参加が両立するとも言っているけれども、農水省の試算によると関税を撤廃すれば日本の米の生産量823万トンの2分の1に相当する米国産米が輸入されるという農水省のデータがあります。それによると米国から400万トンの米が輸入されて、米の自給率は 100% から 67% に一気に下落することになります。 TPP 参加と食料自給率の引き上げは両立しないことは明らかです。農業や水産業の衰退は地域経済を一層麻痺させます。12月4日、全国町村会が撤回を求める緊急決議を挙げ、その理由に農林水産業が地域の基幹産業であることを挙げておられます。八代市は農業基幹産業としています。そこで2点目、市長として TPP 参加問題をどのように認識しておられますか伺います。第項目2番目、バス路線再編問題について、まず改善された点と問題点、新しく開発された路線と100円の循環バスについては歓迎の声があります。しかし10月24日高田公民館で開催した議会報告会で、住民の方から市役所に行くために高田郵便局前から午後2時2分のバスに乗ったが、八代駅で降ろされ、バスは回送車で三幸バス営業所へ向かった。20分待って水俣から来たバスに乗ったが、今までより時間はかかった上に料金も20円高く払った。少ない年金から介護や医療保険料が差っ引かれ、つつましく暮らし、病院通いもしているが、これでは病院にも行きづらくなる。八代氏は交通弱者から足を奪うのですかと訴えられました。私は驚くと同時に後悔もしました。早速市民連の皆さんとこの方が乗車されたバスに乗り体験をしました。駅と市役所前にはバス待ちの方もおられ、話を聞くこともできました。中でも人吉から電車で来た方は、東岩まで行きたいのだけどどのバスに乗ったらよいかわからんということで、私どもと同じバスに乗り市役所で降り、そのバスは回送車で走行したため、私どもがどのバスに乗ったらよいのか案内表を見てるうちに、もう歩いていきますと荷物を両手に下げて立ち去られました。私は本当に残念な思いでした。11月25日市民連の皆さんが直接福島市長に申し入れをされ、一人一人の体験を話され、申し入れ文書の中には9月28日市長に渡されたという坂本町一等園の障害を持った労働者の件も挿入されておりました。 1点目、変更されたバス路線を一つ一つ検証し抜本的な改善を、住民から改善が求められている路線の見直し改善を、3、路線を分かりやすい表示にすることを要望されました。その際担当課も同席され、改善の努力もしているとのことでした。そこで1点目、これまで改善された点と問題点について担当部長に伺います。次にこれからの改善策について、今回の調査で分かったことは、乗り継ぎ表示、時刻表が見にくい、乗り継ぎ料金が高くなった、
待ちバスとみなバス、左回り、右回りが分かりにくい。駅、市役所から回送で営業所へ帰るバスが目立つ。また、バスの運転手さんは、営業所まで乗せていってやりたいが、決まりでできない。不便になったことは、私たちが一番知っている。営業所にも苦情は届いている。私たち現場の者にもっと意見を聞いてほしかった。などなどでした。今回の一般質問趣旨説明の中で、私の提案も含めてお話をしておきましたので、2点目、今後どのように改善されようとしているのか、担当部長にお伺いします。3項目目、介護保険制度について、厚生労働省が検討している改革案の影響について伺います。11月26日の新聞に、社会保障審議会介護保険部会は11月25日、2012年度から介護保険制度改革に向けた意見書を大筋で了承したと厚生労働省のシミュレーションが表示されていました。内容は、要支援者と介護保険サービスから、要支援者を介護保険サービスから外す、年間収入、所得200万円、年間収入が320万ですね、以上の人の利用料を2割に倍増、施設の居住費を軽減する、給付の支給要件に資産や家族の負担能力を追加する、施設の相部屋の居住費を月5000円引き上げる、ケアプランを有料化、要介護者は月に1000円、要支援者は月に500円、軽度者の利用料を2割に倍増する、軽度の要介護者を介護保険サービスの対象から外すとなっています。そこで1点目、厚生労働省が検討している改革案の本市における影響について、担当部長に伺います。本市独自の減免策について、今回の内容は保険料は引き上がり、給付は自己負担増と、ますます低所得者は保険あって介護なしの状態に追い込まれてしまいます。また、保険料を滞納すると、サービスが受けられない厳しい制裁制度もあります。労働介護も問題です。また、息子が失職して、職場を辞めて、両親を自宅介護している家庭もあります。こういう現状を考えると、国の悪性から住民の命、暮らし、福祉を守る防波堤の役割が、自治体には求められているのではないでしょうか。そこで2点目、本市独自の減免策についてお伺いいたします。以上で壇上での質問を終わりまして、再質問は発言席にて行います。丹後田農林水産部長、はい、議員ご質問の1点目 TPP についての1項目目、本市への影響についてお答えをいたします。本市農業への影響につきましては、先ほど桃田議員のお答えをいたしました措置と重複する部分をお許しを願います。熊本県が本県農業への影響額について試算をした算出方法を用いて試算をしました結果、本市の農業生産額は約48億5000万円が減少すると見込まれ、その内訳は米が全体の 94% に当たる45億8000万円、鶏肉が約 3% に当たる1億4000万円、牛乳、小麦がそれぞれ約 1% に当たる5000万円、牛肉が2000万円、豚肉が1000万円減少するという試算になっております。
また今回の試算の対象品目以外にも本市にはトマト、イグサ、メロン、生姜などの農産物のほか林産物および水産物もございまして、関税の撤廃により輸入されやすくなることで農林水産物の価格の低下が懸念をされるところであり、 TPP 参加による本市農林水産業への影響は甚大なものがあると考えております。以上お答えといたします。次お願いします。那須商工観光部長、はい、それでは TPP の本市商工業への影響についてお答えをいたします。まず工業分野への影響といたしましては、一般的には輸出競争力が増し、海外への工場移転や雇用の創出に歯止めがかかるのではないかと言われているところでございますが、市内企業への影響につきましては、業種や業態などによりその影響は異なるものと考えます。また、商業分野への影響につきましては、本市の基幹産業であり、地域経済に密接に結びついている農業分野への影響が大きいと予想されますことから、農業関係者の所得減少に伴う購買力の低下などが懸念され、小売業を中心とした商業分野への影響は免れないものと考えております。以上お答えといたします。次お願いします。市長よろしいですか。市長福島和俊君。八代市にとってどうなのかということは、先ほどの桃田議員の質問と全く一緒でございますが、今両部長が答えましたとおり、農業面でもまた商業面、商業は工業の面でも、どちらにしろ大変な影響があるということは事実であります。そんな中で、私たちはというよりも熊本県内をとっても各市町村の、長はですね、よく考えて行動しなければならない。さっき言いましたとおり決意を持ってですね、この町の現状を考えながら行動すべきだということですので、ここで私は推進をしますとか推進をしませんとかということよりも、我々がおる立場はどうなんだということは皆さんと一緒に考えて行動するという確認だけはしていきたいと思います。はい、笹本紗友子君。はい、市長の答弁も大変考え熟慮された答弁だったと思っています。TPP 推進を求める人たちは、市場原理からすれば TPP 参加は避けられないと言いますが、市場原理万能で何でもかんでも市場任せにしていくというやり方は、農業を見ても雇用を見ても破綻は明らかです。私は世界経済が結びついて貿易が拡大すること、それ自体が悪いとは言っていません。そういう中でも、例えば食料主権のように農業、食料、あるいは環境、労働などは市場だけに任せていては成り立たなくなるのではないでしょうか。それをはっきりさせて、それらを守るルールを作ることこそが21世紀の真の経済発展の方向だということを私は言いたいのです。どうこう見守るという立場ではなくて、市長としては明確に TPP 参加反対という態度を表明すべきだと思いますが、今の答弁を聞いて私はそれでいいんじゃないかとこのように思いました。都城市長嶺市長は
都城市議会が11月30日全会一致で TPP 交渉への参加に反対する意見書を採択しました。この採択は当然で、私も TPP に断固反対の立場です。関税が原則撤廃となれば農業は根こそぎ破滅します。私は農業切り捨て以外の何者でもないと言いたい。意見書が食料自給率の引き上げや食料を安全安心に供給することを目指す国の方針に逆行し、食料の安全保障を脅かすとしているのは当然だ。日本のような国で食料を自前で調達できないと外交のいろはも成り立たないと思います。このようにおっしゃっています。次にバス路線をお願いいたします。村田市民環境部長。議員ご質問の2項目目、バス路線再編問題についてお答えをいたします。まず1点目、改善された点と問題点についてでございますが、利用者の立場から見たバス路線再編後の改善された点としましては、循環バスの導入により100円で市内の病院などの主な目的地に行くことができること、また山間地におきましては乗り合いタクシーの導入により今まで公共交通機関がなかったところまで公共交通が来るようになり生活が大変便利になったことというような意見をいただいております。問題点としましては、新規路線については乗り方が分かりにくいこと、乗り継ぎの不便や乗り継ぎの待ち時間が長いこと、バス停の時刻表や路線図が分かりにくいことなどの意見が寄せられております。次に行政の立場から見た改善点でございますが、重複路線の解消、循環バスの導入によりより効果的なバス利用が可能になったこと、バスに関心を持つ人が多くなり利用者が増加していること、循環バスや乗り合いタクシーの導入によって公共交通機関がなかった地域の方々へ公共交通を提供できたこと、路線バス同士やバスと乗り合いタクシーの乗り継ぎにより病院等の主な目的地に行くことができるようになったこと、バス対策補助金の削減の見通しが立ったことなどが挙げられます。一方、問題点としましては、路線バス同士および JR 等のアクセスや路線バスと乗り合いタクシーとのアクセスが良くない部分があること、新規バス路線および循環バスの利用方法や乗り継ぎおよびダイヤ等について市民の皆様への広報が不十分であることなどが考えられます。次に本市の改善策についてでございますが、まず個別の対応として、個人ごとの移動に合わせた毎時刻表を作成して提供したり、八代駅や市役所前でバス事業者と市の職員が協力をしてバス利用者へ乗り継ぎや時刻の案内をしたところでございます。今後の当面の改善策としましては、来年3月の九州新幹線全線開通に伴う JR ダイヤの改正に合わせてバスダイヤの改正が行われますので、本市において不都合が生じているアクセスの改善や乗り継ぎの際の待ち時間の短縮についてバス事業者と協議し、バス利用者の利便性の向上を図ってまいりたいと考えております。また八代駅等の乗り継ぎ拠点におけます路線やダイヤの案内表示につきましても、バス事業者と協議の上、市民の皆様へより分かりやすくなるように改良を加えてまいりたいと思っております。長期的な改善策としましては、路線ごとの利用状況を把握し、バス利用者の意見や
バスの運転手に寄せられた苦情などもバス事業者を通じて集約しながら、利用実態に即した路線設定、便数、ダイヤ等を地域公共交通会議において検討し、改善を図ってまいりたいと考えております。さらに今回の再編で終わるのではなく、今後も引き続き長期的に改善を加えていきますとともに、バス事業者に対しバス事業の運営について最大限の自助努力をされますよう要求してまいりたいと考えております。また公共交通機関が通っていない、いわゆる公共交通空白地域への公共交通の導入についても検討をしてまいりたいと考えております。以上、笹本紗恵子君。はい、質問では打ち合わせの時に八津市の農業泉分校の件も挙げておきました。泉分校の生徒さんは34名がバスを利用されております。朝の時間帯が7時15分1本です。もしそれに遅れたら授業に間に合わない。授業の時はいいけれども、テストの時は大変困る。また定期代が1ヶ月に18,040円、現在の経済状況では保護者にとって大変な苦痛です。このようにおっしゃっています。私はバスの料金補助については県の教育委員会とも関係することだと思っておりますので、ぜひ本市におかれましては県の教育委員会とも相談をされて対応していただきたい、このことを要望しておきたいと思っております。よろしくお願いします。今丁寧な答弁をいただきましたが、利用者が増加しているとの答弁がありました。11月18日総務委員会の資料では平成21年度比で循環バスは増えていますが、路線バス利用者は減り、全体としては22,148人減っています。またバス対策補助金削減の見通しが立った、その額は約3000万とのことですが、36路線を19路線にしたことが大きな理由でしょう。現状では補助金削減で交通弱者の足を奪ったことにつながっています。同じ10月1日運行を開始した人吉市は、市内の公共交通空白地帯の解消に向けた新規路線について市民に広くかつ公平なバスサービスを提供することにより、交通弱者の快適な市民生活をバックアップすることを掲げ、補助金も削減しないで実施しています。本市も2008年から2017年の八津市総合計画第1項に便利で快適な交通基盤整備を掲げ、その中の一部を紹介しますと、公共交通事業者の経営は利用者の減少などにより厳しい状況となっています。しかし地域住民の通勤通学通院などの日常生活に欠かせない交通手段であり、今後高齢化が進む中、交通弱者の主要な移動手段として位置づけられていくものと予想されます。このように明記してあります。私は効率的な運営をするなとは言っていません。交通弱者の主要な移動手段を第一に掲げるなら、その人たちの意見を人吉市が行ったように丁寧に聞くべきではなかったか。私もこの点では大きく反省をしております。今からでも遅くはありません。届いている苦情を丁寧に解決しながら、その道のプロである
参考バスの運転手さんの知恵も取り入れることが大切だと考えます。次、再質問を行います。まず1点目、特別養護老人ホーム坂本の里一等園は障害者雇用にも取り組まれておりますが、バスの路線変更で辞めざるを得ない事態になっている。元の路線に変更していただけないか。2点目、君ヶ淵線が八代駅が終点となり乗り継ぎが悪い。また種山線も労災病院が終点となるために同じ状態があり、回送車問題を含めて改善できるのではないか。3点目、八代駅前や市役所前に市職員が立ちバス利用者へ案内をしたのは何回か。また継続できないか。以上3点について担当部長にまとめてお願いいたします。村田市民環境部長。はい、自責よりお答えをさせていただきます。まず1点目、坂本線の一等園方向へのバス乗り入れについてでございますが、バス路線再編は一等園方面への路線では川原谷線などがございましたが、再編後は八代市役所と坂本駅を結ぶ坂本線にすべて集約し、川原谷方面へは坂本駅からの乗り合いタクシーを運行させたところでございます。路線バスの坂本線につきましては、長谷橋から坂本駅に直接通すか、あるいは一等園を通る油谷経由にするかについては、まず地元坂本町の方々と何度も話し合いを行い、また再編前のバスの利用状況を勘案しました上で、地域公共交通会議で決定したところでございます。議員ご質問の一等園方面へのバス乗り入れにつきましては、この路線に限らず他の路線についてもご要望等をいただいておりますので、バス補助金削減とのバランスを踏まえた上で、今後バスの利用状況を把握してバス利用者のご意見や地元の方々のご意見を聞きながら、地域公共交通会議において検討してまいりたいと考えております。次に、君ヶ淵線での八代駅でのアクセス及び種山線の労災病院でのアクセスの改善についてでございますが、仮に君ヶ淵線を八代駅から市役所まで延長しました場合、運行距離が 2.5 キロ伸びます。また便数が1日に10便ございまして、この路線では1キロあたりの運行経費が 182.33 円かかっておりますが、これで計算いたしますと概算で年間約330万円の運行経費が別途必要になり、バス運行補助金にもこれに近い金額が必要となってまいります。また他の路線も同様に延長するとすれば、さらに運行経費が増えることになり、バス再編前の多額の補助金を要するという状態に戻ることにつながります。そのため改善策としましては、先ほども述べました通り、来年3月の九州新幹線全線開通に伴います JR ダイヤの改正に合わせまして、バスダイヤの改正を行う際に、君ヶ淵線の八代駅でのアクセス及び種山線の労災病院でのアクセスにつきまして、改善を図ってまいりたいと考えているところでございます。最後に、バス路線再編後、八代駅前と市役所前で何回バスの利用者へ説明を行ったかということでございますが、11月1日から30日までの期間におきまして、バス事業者と市の職員が協力をしながら、1日あたり約2時間から半日、八代駅前で6日間、市役所前で8日間の合計14日間実施をいたしたところでございます。以上お答えといたします。笹本紗英子君。はい、ご答弁いただきました。私のまた意見を述べたいと思います。
1番目の1棟園、ここは災害時には緊急避難施設と行政が位置づけています。また介護保険法では避難施設と位置づけられている地域の核となる施設です。不便な施設となったらその役割は果たせません。関係者は入居者、通所者、ご家族、職員、ボランティア関係者だけで数百名に上ります。このような施設からバス路線を外すのは問題です。再検討をお願いいたします。2点目、現在君ヶ淵とか種山線とか、君ヶ淵は駅で回送車となる、種山線は労災病院で回送車となる、こういう状態であります。私は回送車を再度検討すれば大方は解決するのではないか、それから330万年間に元の路線に返せば必要になってきます。それだけ補助金も増額しますという今の答弁でした。交通弱者の足を奪わないためにはそれも必要ではないでしょうか。そのために人吉市のことを私は紹介しておきました。そして3点目、バス駅と市役所前で1日に1回2時間から半日経ちました。合計で14日経ったことになります。これは大変良いことだと思います。しかし現状を改善しなければ案内は必要じゃないでしょうか。ぜひ解決するまで案内を継続していただきたいと思います。それから昨日のクマニティ新聞に乗り合いタクシー利用伸び悩み、予約制やバス乗り継ぎ不詳とあります。熊本市内高知町の吉野地区と太郎坂を結ぶ路線を民間委託にして予約制の乗り合いタクシーの利用が伸び悩んでいるということです。しかし一方で吉野地区と玉梨天水町を結ぶ乗り合いタクシーは一定規模のロード上であれば乗客が乗降場所を指定できるタクシー感覚で利用できる、大変喜ばれているということです。本市においても山間地域の乗り継ぎ乗り合いタクシー、こういうのには参考になることだと考えます。ぜひ研究していただきたいと思っています。そこで11月25日市民連のバス路線問題での申し出では、予定時間を超過して熱心に福島市長はお話を聞いていただきました。福島市長のバス路線拡充に向けての思いをお話しください。市長福島和俊君、はい、このバス路線の問題につきましては、いろんな方からこの議会でも、ご指摘もいただきましたし、アドバイスもいただいております。私たちこのバス路線の再編につきましては、長年の課題であった。この議会でも利便性は考えるべきだ。効率化はもっとやるべきだ。ましてや1億9400万円の負担は考えるべきだ。要するに改善改良改革に着地した、そういう前提のもとにこの再編が行われました。この再編を行うには市民の皆様方を含め、また各地区工区の皆さん方のご意見を取り入れながら、地域公共交通会議、ここで練りに練って検討されてきたものであります。
今10月1日からそれがスタートしたわけでございますが、たくさんのご意見をいただいております。要するに3000万円の予算をカットして路線も減らして、当然その中に出てくるのはどこかに痛みが出てくる、パーフェクトにはできないというのは最初から分かっております。あちこちで市長がやったということでえらいバッシングを受けているそうでございますが、まあそれは別にしまして、 100% の網羅された計画は今からでも無理だと思います。しかしながら八代は3000万カットしたよと、人吉はカットしなかったよと、カットしないでやるべきだという逆にも聞こえるわけですが、本当にそれが改善完了改革につながっていくのかということも再検討しなければなりません。しかしこの前私のところにおいでになった市民の皆さん方の熱き思いを聞きますと、やはり何とかせないかなと、しかしそれをいつどこでどうやるのかということは今からまた市民の皆さん方を含めた地域公共交通会議の皆さん方の英知をいただきながら改善を しなければならないと思っております。そういうことでもう一回ですね、じゃ あの3000万カットしたの元に戻すのとかいうことまで含めましてですね、これは真剣に考えられなければならないと思っております。私も具体的に言いますと、安室駅や労災病院で空になる回送バス、それを市内まで入れたらどうか、要するにそこにですね入ってくるだけの距離は要するにその補助金として払わなきゃならない、それが先ほど出た330万という数字が出ましたけど、そういう意見を入れるだけでまた元に戻るようなですね、多額の負担金というものに跳ね返ってくる、これもですねよく考えて言わんと損というようなことじゃなくてですね、何がベストか、本当にそこにバスを通すことによっていくらの金がかかるのか、誰が乗ってくれるのか、その費用対効果も含めましてですね考えないかんと思います。しかしながら私は人を大切にする姿勢というものは大切にしたいと思いますので、そういう困っている皆さん方のご意見も十分頭に入れながら改革に向かって頑張らないかんと思っております。以上です。笹本紗英子君。市長の思いは伝わってまいりました。一点だけ気になります。言わなきゃ損、このように思っている市民はいないと思います。苦情な思いをしているから足を運んでいる、また電話で担当課に訴えている、営業所へ訴えている、運転手さんに訴える、こういうことではないでしょうか。今の言わなきゃ損という言葉は外していただきたい、そのように付け加えておきます。次、介護保険制度お願いします。西尾市民環境部長、健康福祉部長。議員ご質問の介護保険制度についての1点目、厚生労働省、すいません、間違えました。厚生労働省が検討している改革案の影響についてお答えいたします。介護保険制度は、高齢者の暮らしを社会全体で支える制度として、平成12年度から開始され、大幅な制度改正を経て、今日に至り定着してまいりました。その間、要介護者も増え続け、本市の平成21年度の介護保険給付費は108億8000万円となり、平成12年度の59億4000万円から2倍近くに増加しております。その給付の在り方を含めた平成24年度からの介護保険制度改革につきましては、現在厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会でさまざまな検討議論が行われているところであります。このような中、先月提案された厚生労働省改革の素案に対して当部会では大筋で了承したが、利用者に負担増を求めることには異論が噴出したと新聞報道されたところであります。その内容としましては、厚生労働省は財源確保が困難な中、
改革を見送れば第5期の65歳以上の平均月額保険料4160円が5200円に達することが見込まれることから、保険料の上昇を抑制するために次のような利用者の負担増を検討しております。在宅関係では要支援や軽度の要介護者は保険の対象外もしくは利用負担を利用料を1割から2割へ倍増、ケアプラン作成料の有料化、また、高所得者の利用料を1割から2割に引き上げるものであります。また施設関係では2人から4人部屋の部屋代を保険対象外とし、月額5000円の負担増にする内容となっております。このため引き上げ案などの主要項目に反対する意見や慎重な意見も出されているところであります。現在国が検討している改革案が実施された場合、高所得者、軽度認定者および施設入所者の利用負担の増など、また改革案が見送られた場合には、保険料についても本市の現行額4390円を維持することは極めて困難であるなど、本市におきましても大きな影響が想定されるところであります。本改革案は部会の審議を経て来年1月の通常国会に提案される予定と聞いております。従いまして、本市としましても介護保険制度につきましては注意深く国の動向を見守る一方で、保険者や被保険者にとってより良い制度となるよう、市長会などの機会を捉えて国へ要望してまいりたいと考えております。続きまして、2点目、本市の独自の減免策についてお答えいたします。本市の独自の減免策ではありませんが、保険料については運用の範囲内において軽減いたしております。具体的には、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は7段階で設定しておりますが、第2段階の保険料は一番軽減率が大きい第1段階と同じ基準額の半額とし、第4段階の保険料は基準額である5段階より1割軽減した額としております。さらに保険料の負担を軽減するため、平成18年度から20年度までの3期の保険料を23年度まで据え置いております。また介護給付費以外の軽減策の一つとして、任意事業の中で介護者の経済的な負担軽減を図るため、65歳以上要介護3以上の人を介護している市町村民税非課税世帯の在宅介護者に対して、紙おむつなどの介護用品を購入するための月額8000円の支給券を交付する家族介護用品支給事業を実施しており、月平均60世帯の方々が利用されております。なお、平成24年度からの第5期介護保険事業計画におきましては、23年度にニーズ調査を実施し、市民の皆様方のご意見を幅広く伺い、八代市介護保険事業計画策定審議会にお諮りをしながら事業計画の見直しを行い、必要な人に必要な場所で必要なサービスが提供できるよう健全な運営に努めてまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。はい、笹本紗友子君。はい、ありがとうございます。次に再質問を3点にわたってさせていただきます。今第5期の介護保険事業計画が大方来年の通常国会11月には国会にかかるというお話でございます。そこで今回の事業計画では、全国の自治体やそして経営者、また受給者や家族が強く要望されていた問題は、やはり介護保険料、利用料を少なくしてください、それから施設の整備費を補助してください、もうちょっと増やしてください、
こういう声が一番強かったことを私は先のこの定例議会でも報告しておきました。そこで第1点目、保険料上昇を抑制するための交付金は継続されるのか。2点目、介護職員所有改善交付金、すなわち賃金引上げのための1万5000円は継続されるのか。3点目、施設経営者の方々が8割以上望んでおられる施設整備費補助金は維持されるのか、お答えください。西尾健康福祉部長。議席よりお答えいたします。今後、保険料上昇を抑制するための交付金の継続については現時点では見込めていないところであります。また2点目の介護職員処遇改善交付金についても、国は1900億円程度の財源が必要と試算しておりますが、今回の改革案では継続する内容は示されておりません。3点目の現在の施設整備費補助金につきましても、引き続き国の経済危機対策が実施されるかは現在国から示されておりません。いずれにしましても不透明な部分でありますので、今後国の動向を見極めながら対応してまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。はい、笹本紗友子君。今部長がおっしゃった通りだと思います。先ほど部長も本市において平成12年度の給付費59億円から約 1.83 倍、平成21年度は介護保険料給付費が108億円となったと、こういうふうな報告がありました。給付費が増えると同時に利用料も増えている。介護保険料も倍になっています。また給付費も1割負担ですけれども、今の年金暮らしには大変な痛みとなっています。改革の内容は、介護保険料の約平均5000円以上への値上げか、利用者への負担増か、給付は減ずるか、このように高齢者の新たな負担を強いるものとなっています。民主党は昨年の総選挙で介護保険への国費投入を8000億円程度増やすと公約をいたしました。皆さん、全くの公約違反だと思われませんか。私は大企業大資産家への過大な減税や軍事費の浪費にメスを入れて財源を確保し、社会保障の拡充に向かうべきだと考えています。以上で質問を終わりますが、皆さん、私は今回介護保険料、介護保険制度、それから TPP 問題、この2つはいずれも国政の問題で、またそのために地方自治体もまた国民も大きな痛みを受ける、こういう中身として受け止めています。だから先ほど答弁にもありましたように、地方自治体ではいかにどうしようもできない、しかしその国に対して物申すことはできる。市長もこれからは、今は対応策は持っていないけれども、皆さんと一緒に力を合わせて、県とも一緒になって政府に対して物を申していく、
このようにおっしゃいました。また西尾部長もあらゆる機会を捉えて要望を伝えてまいりたい、このようにおっしゃっています。私はそのことが大切だと思います。皆さん、あと一つ、バス路線再編問題です。これはこの八代市独自の責任問題です。だとすれば行政も私たち議員も英知を出し合って、そして1億円以上にも上る補助金を受け取っている三幸バスさんにもプロとしてのノウハウを出していただいて、早急に住民の皆さんの要望に応えられるよう、そして八代市の最初に掲げましたよね、総合計画、これにふさわしいものとなるように頑張っていきたい、また頑張っていただきたいと思います。皆さん、私は今回 TPP 問題と介護保険制度、国政に関わる問題を取り上げました。民主党は地域主権、国民主権と声高々に言っておりますが、 TPP 問題では農業をはじめ地域経済に大きな圧迫をかける、そして介護保険制度問題には介護を受ける人、また保護者、こういう方々に大きな負担をかける、このようなことで本当に地域主権、国民主権と言えるでしょうか。私は本当に問題があると考えます。この問題についてもこれからしっかりと勉強していきたいと思っております。これをもちまして、私の平成22年度12月の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。